じゃあ鹿野さん、はい、この鹿野さんの思いのたくさん詰まった、はい、ハイグレードモデルのコンセプトとかを教えていただけますか。はい、はい、こちらは、大きいモデルで一番のメイン特徴としては、はい、カメラを両側面から素早く取り出すことができます。マグネット式で大きく開くのが両側面についているので、こちらからはレンズ、こちらからはカメラをすぐ取り出すことができます。で、上の機室は私物が入った空間になっています。このような形ですね。かなり細かく仕分けられて、中もたくさんポケットついてるんですね。そうですね、はい、で2機室でも使えるんですけど、ここをファスナーで開封して1機室の大きい空間として使うこともできます。で大きな3機室目は背面に、パソコンを単独でパソコンと書類っていうのを分けて入れることができるようになっています。で大きいモデルが15インチと、はい、小さいモデルは 13.3 インチまでのモデルがこのように入るようになっています。はい、ました。そういえばここの横の蓋の部分の、はい、静かになりましたね。そうですね、一番のメイン特徴で変わったポイントなんです。旧型は僕使ってた時は結構開けるためにバリバリ、はい、バリバリって音がしてきて、すごく耳障りで、ちょっと静かな場所だったと気が引けたりしたんですけども。そうですね、そこをやはり長く使っている間にそのようにやっぱり感じるようになったので、そこをもうマグネット開閉で開きやすい、プラス閉じる時も自然にずれて止まってしまってもこうスッと素早く、はい、閉じるようになっています。この取っ手の部分も違いますよね。少しそうですね、結構細かいところも、まあ、引きやすいようにオフトコのオリジナルパーツを作ったりして細かい部分も改良しています。そういえばそういえばこの背中に当たる部分も随分変わりましたよね、はい、新しいモデル。そうですね、背面がもう大きく変わった特徴の一つになりますね、はい、これ旧モデル実はこの裏地とかも結構ね、はい、新しいのと変わってるんですけども。そうですね、滑らなかったんですね結構ね、はい、だから滑らない分服が結構傷んで、はい、ちょっと気になったことがあったんですけども。そうですね、自分もやっぱり長く使ってる時にこういうふうに毛羽立ってきてしまうような、はい、メッシュだったので、それをよりいいメッシュに変えたり、こういうところも、はい、よりまあサラサラして、構造体にも汗蒸れがしにくいような EVA のしっかりした素材に変えたりしています。で合わせてやっぱり大きいサイズなので旅行とかにも結構、はい、使われる。で自分も結構横に使ってたりしていたので、キャリーケースに通せるようなバーだったり、キャリーケースの取っ手のとこですね。そうですね、そこに通せるようにしています、はい、これがつくとだいぶ僕も楽になりました。そうですね、はい、出張行く時が、はい、それと、底面につきましても素材が変わっておりまして、はいはい、こちらもお客さんの要望で出てきた意見なのですが、はい、前はやっぱりこの台形形状で置きやすいっていうところからよく置かれる方が多かったので、擦り切れてしまうっていう方が長く使っているといましたので、それをもうゴム素材にしっかりした耐久性のいいものに変えています。ゴムだとなんか濡れてる場所とかでも。そうですね、そういうところでも置けたり擦り切れづらくなっています。それと加えまして、まあ背負いやすさの部分も今までなかったところで、今まではショルダーベルトだけがだったんですけど、ここにヒップベルトも新しくついています。こっちのモデルない、古いモデルないですね、はいはい、でこれ本当に重いときは使うことができるのですが、普段は使わないので、ここの背面ポケット、スマホなどを入れるような背面ポケットに両方とも隠せるようになっていますので邪魔にならないようなヒップベルトになります、はいはい、なのでもう基本的に全体的にお客さんの声を反映して、まあカメラの取り出しやすさだけではなくて、背負いやすさだったり置きやすさだったり安定して持てるだったりっていう使い心地にフォーカスして全体形状をまとめています。わかりました。じゃあ具体的に言うと、僕のカメラの今、はい、これ本当に普段僕が使ってるバッグなので、はい、いつも、まあ、一例なんですけども、カメラをですね、まあ、こちら側にボディとレンズを入れて、はい、まあ、大体反対側にですね、まあ、交換レンズを入れるような使い方をしてるんですけど、実は、はい、出張とかね、はい、長期でどっか行ったりとかするときになると、さすがに言うとこの機材だけじゃ足りないので、そうですね、そういったときなんかは、ここのこのいわゆる上の部分に、はい、この実はこれ色はない、ない、ね、そっくりなんですけども、はい、ね、エルコンさんの商品じゃないんですけども、はい、こういったインナーケースをここに入れて、
まあ、もちろん下にはカメラも入れて、はい、足りない部分のレンズをここに入れて、はい、さらにまだここゆとりがあるじゃないですか。そうですね、ここに例えばお財布だとか手帳みたいなものとかを入れて使って持って歩いてます、はい、あ実際に普段はあの上は私物を入れる空間なんですけど、はいはい、実際2機室の良さっていうのはやっぱりカメラが多い人は上も使えるっていう良さで、うんうん、こう使われているのはすごくこうも使っていただけるように2機室にしています。であのこれは下に入っているインナーケースと、まあ、同じものなんですけれども、はい、ここ実はねあのいわゆるフルサイズの一眼カメラに、まあ、70-200の 2.8 で、まあ、我々が望遠レンズでポピュラーに使うものがね、はい、ちょっとぐらいのサイズで入るんですよね、はい、なのでかなり重宝して使ってます。はい、でこれもあるんですよ、ここに取っ手がついたりするんですよね。そうですね、あの実際にこの中に入れるときは、うん、蓋を開いてここの側面に隠した状態、開きっぱなしの状態で開けてすぐ取り出せるっていうふうに使うのですが、実際に取って保管用だったり、うん、この単独で持ち運ぶときはこれが便利になってます。両方にファスナーがついてるわけですよね。はい、はいはい、見ました。ということで、まあすごくいろいろ進化している、はいバッグなんですけども、この後どうしますか。もうこれだけでもかなり満足してるんですけども、はい、やっぱりそのこれでも一度完全体になったのですが、はいはい、やっぱりお客さんの声って長く使っていると出てくる声っていうのが、はい、いろんな、まあ、プロからライトユーザーまで幅広く聞いてくると出てきてはいますので、はい、やっぱりこれもまあ継続してもっとより良いモデルにより良いブランドにしていくようにしています。わかりました。あのもういわゆるまあカメラバッグらしいカメラバッグのこう外観ではないですけども、はい、逆にそれがあの例えば海外とかで ね持って歩くとあの狙われにくかったりとかするような要素もあるので、はい、ぜひ今後も期待していきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。